はい、皆さんこんにちは、ミガミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。次はちょっとライドダンジョンっぽいんで、パーティー編成は前回と同じでとりあえずいいでしょう。ということでゲートポートですね。そのままライドダンジョンでいいのかな。ちょっとな、ライドダンジョンはやりたくないといえばやりたくないで、アイテムサーチとかいうのがあるんで、これはどう使えばいいんだ。突き破れ。あ、ちょっと光り出した。アイテムサーチがここら辺にアイテムがあるのかな。なんか少し光が強くなってる。てかアイテムサーチどうやって使うのこいつぶっ倒すか。ギガンテスだっけ。ギガンテスヘルだし、多分ねドリルが効くような気がしたんだけどな。チャージチャージ発射、これでいいや。うっ、ちょっと9345とかちょっと残ったか。様子を見ている。やった、これでチャージチャージチャージで殺せんな。あ、間違えた、チャージ4回やってたせっかくの。うわー、これはどんくらい食らうんだっけ。かなり食らうんだよねちょっと待って、補強してから倒そう。もうでも割とすぐ倒せんな。ドリルが強くなってるからかな。どんくらい経験値入るんだっけこれ。大して入らないし。あ、ギガンテスヘル手に入れた、やった。ここら辺にアイテムサーチがあるのか。どうやって使うのこれ。結構光ってるよね今。あ、光が小さくなった。ってことはこちら辺か。こいつまだいるし。お、めっちゃ強い光が。どうやってやんのこれマジで。あ、なんか A ボタン連打してたら手に入れた。知性の結晶、こうやって知性が上がるやつか。こいつぶっ倒すか。ってことはドリル2発で速攻で倒そうかな。ドリルってどんくらいエネルギー使うんだっけ。25か。まあいいや。で、手法すると結構増えるんですよ。ドリル、発射、ドリル。あ、間違えた。これでいこう。いいね。発射。え?チャージが切れてって一回チャージしないといけないんだ。チャージゼロ発射はできない。なるほど、それが分かった。てか、めんどくさい、こいつマジで。まだアイテムあんのか、ここら辺に。どこだ、敵が撃ってほしいな。少しエネルギーが減ってるから、チャージ発射、ドリルチャージ、これで食らえ。お、もしや一発で倒した。おお、まあ一発というか一ターンというか、大体ここら辺のエネルギーでうろついてんな。アイテムサーチシステムもかなりめんどくさいな。見えるわけじゃないからな、目に。ここら辺が、てかこれあれか、もう適当にここら辺丸連打してればいいんじゃね。おらおらおら、ない、あったー。キュアネガティブとかいらねえし、まだあんのか。しかもとりあえずここら辺アイテムあるか。めっちゃ追われてる。うお、この多分上の緑が壊せるようになったと思うんで、こいつなんだっけ、なんか手法の方が効くような気がしたんだよな。まあいいや、とりあえず一発ドリル打ってみよう。ドリルチャージチャージ発射、まずこれでいこう。ほらね、3700だもん。ひるめ、ひるまなかったか。これ結構食らうんだよねーって。うお、四方が壊れたとか言って。マジかよー。チャージ、チャージ、発射と。これで倒せるかな。あ、ヒットポイントは減ったままだな。まあいいや。壁を壊せば、ヒットポイントは回復するんで。で、エンプラスの方が確か弱いんだよね、ほら。あれ。手に入れた。これで新しいところへ行ける。こっちは何にもないか。お、あそこにゲートがある。ゲートが、さあ新しいゲート。この赤を絶対壊せないっしょ
うん、壊せないっすね。じゃあこっちはまだ用済みか。地下がいくのかな。そうするとなるべくね、この壁みたいなのも壊しすぎると、これいくつ減る、100か。重要な回復手段なんでね、まあ適当にまずは進んでいきますか。あ、とりあえずあそこにアイテムがある。あれ欲しいな。敵がいるな。でもこいつなんだ、これモビルアーマーっぽい。これなんだっけ、アグリッサか。まずどっちが効くかだな。ドリル打って、チャージチャージ発射、これで試してみよう。あ、弱っ、ドリル弱っ。プラズマキャノン、うって超強え、マジかよ。ひるめ、ひるめ、ひるまない。これはめんどくさいね、かなり。修理してチャージチャージチャージだな。多分これ手法の方がいい気がする。おいってチャージチャージで3段階で、3回目にこいつ攻撃してくるから補強は必須だな。でチャージの発射チャージ、マジめんどくせえ。でパワーため始めたとか言って、よし、ひるんだ、いいね。じゃあここはかなりチャージができるな。チャージチャージチャージ発射と、やっぱりこのねひるみがだいぶ強いっすね。これでひるまなかったか。チャージチャージで、チャージ4チャージするか。プラズマキャノン来たー。うわー、1400パワーを貯めたのはなくなってるかな。補強じゃなくて修理して発射してチャージしてチャージと。ひるめ、ひるまない。結構ひるみ耐性強いな。おいってこの繰り返しかよ。1回の戦闘でめっちゃ時間かかるのこれ。チャージチャージ発射と、で攻撃食らわないか。これで倒せるか。倒せねえし。チャージ発射で倒せんじゃないかこれ。なんかこれ防御的なのあったっけ。よしよしよし、危ねえ危ねえ。ダメージもめっちゃ食らうかんな。330しか持ってないのかよ経験値。もうチップ手に入れたな。おお、ヒットポイント強化剤やった。こっち一回帰ろっかな。ヒットポイント強化させに帰ろすいません、リターンします。でゲートポートから整備場でヒットポイント強化、走行だっけ。4000円、安い安い、てか高い実は高かった。でもだいぶ増えたな。じゃあちょっとまたランダムキューブ行って、ランダムキューブじゃねえし、普通のキューブで、ライドダンジョン中堅地点に。またこっからかよさっきのところまで飛ぶか。そうするとはい、とりあえずゲートのところに来たので、またこっから進んでいきましょう。アグリッサがねかなり強いんでね、めんどくさすぎるっていう。こっちの方も行けるんで、ちょっとこっちの方もマップを広げていきますか。あ、いるよアグリッサ、しかも見つかったし、これはもう戦闘開始するしかない。これドリルやりながらさ行くとさ、先手を打てるとかないのかな。これもな、どうしようかな。結局やることは一緒だから、もうサクサク行っちゃおっかな。よし倒した。
マジで時間がかかる。エネルギーがだいぶ減らされたな。ウルトラマンゼロレベルアップ。これさ、キャラクターが強くなっても意味ないからね、ライトダンジョン的には。あ、アイテムサーチがめっちゃ光ってんな。そういや全然気にしてなかった。ここら辺、おお、鉄のトゲいらん。うわー、キングジョーっぽいのがいる。来たー、マジかよ。キングジョーこの前のボスだったじゃん。こいつ確かね、手法するのがいいんですよね。チャージチャージチャージ発射、これでいけっかな。結構ね、ひるむんですよ、ほらでひるんでる。このパターンだな。そうするとこれは食らうか。えっ、みんなひるんだ、やばい。てか何もできないっしょ。あれ、ひるんだの意味がわからない。いっていっていって、発射。こいつひるんでるけど大丈夫なのか。一応発射しとこう。あ、大丈夫か。もうめんどくさすぎるこいつも。バタ。倒れ方がなかなかシュールだな。いくつだけ経験値、あ、450か。そこそこと言いたいけど、これだけ450だと割に合わないな。アイテムがありそうだな。これはもう1マスずつサーチでいこう。何、1マスずつサーチが通用しない。どこだ。え、いや絶対こっちの方でしょ。おー、で、手法強化総裁だ、やった。ちょっと待って、ちょっと待って、帰る帰る帰る。これもう帰ってばっかりだな。レベルアップ、ゲートポートで整備場で金大丈夫か。手法だよね、ガイアキャノン。これか、2400円。これは安い、普通に本当に安い。よーし、ちょっと待って、行くか。もう一回一回行かないといけないのがめんどくさい。じゃあまた飛びましょう。はい、というところでまたここからっすね。手法が強化されれば多分少しは楽になると思うんだけどな。左側はこれもう完全に行ったから多分意味ないと思うんだよね、もう。いやでも左側行っといてよかったな。あそこにまさか手法強化剤が落っこってるなんて。これ多分アイテム取り逃すとかなり厳しいな。で、なるべく敵には遭遇しない方向で行きたいかな。おー、ダメージー。回復回復。ガスガスガスと。うわー、見つかった。これは？おっと、いいね。またアイテムサーチが少し光り出してるけど。ここら辺？先に見つかってるっていうところが厄介だよな。なんかアイテムだったらやっぱり取ってきたいな。パスアイテムの時もあるけど、すんげえアイテムが起こってる時もあるからな。手法発射してみよう。お、よし、結構当たる。これ多分2ターンで倒せるんじゃないか。チャージマックスにすれば。よーし、だいぶ時間短縮になったな、手法強化剤で。まあ相変わらずめんどくさいのは変わらないけど。早くライトダンジョン抜けたい。あれ、どっちだ、こっちか。あ、そうだ、アイテムがあるっぽいんだった。どこだ、ここら辺。あれ、光がだいぶ、いや、こっちの方だな。ここら辺、ここら辺っぽいんだけどな。あった、復活キットかよ。こういうしょぼいアイテムの時もあるからな。おお、ダメージゾーンだ。
戦艦なんだからさ、これなんか浮いていけないの？地上戦艦なのかな、空中戦艦じゃなくて。あ、ダメージを食らってる時に超いっぱいいる、超めんどくせえこれ。よし、うまく切り抜けた。追いかけてきてる。この青いマス何？あ、区域が変わるってことか。うわ、また見つかったよ。うおー、来てる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 。逃げろ。相手のサーチをやってる暇じゃない。ここめっちゃダメージゾーンだし、なるべくダメージを食らわないところで。うお、平行移動してるよ。食らうっていうか、キングジョーかよ、またげ。しかも不意打ちかよ、汚ねえな。オッケー、キューパタ。このモーションもう少し早くしてほしいな。下に宝箱がある。 GN コンデンサー、これはなんだ、装備物か。やばいな、エネルギーが若干減ってるからな。またこれを破壊して、よし。うおー、こっちの方にアイテムとかなさそう。これはどうする。オッケーオッケーオッケー。さてさて、結構進んでは来てるっぽいけど、あとどれくらいだ。こっちではないか。うわ、また変なのがいるよ。なんだよこいつ。あっちの方行ってないな。ちょっと探索してこう。もうなるべくね、強化剤みたいなのを手に入れてからああいうボスに挑んだ方がいいんで、ちょっとめんどくさいけど探索します。ここでちょっと回復しつつ、こっちこっち。うわ、なんかいるキングジョー。でも宝箱っぽいのが見える。じゃあちょっとこいつもサクッといくか。お、キングジョー手に入れた。あそこの宝箱をゲット。ほら、シールド強化剤、ナイス判断じゃない。これででもここのマップはだいぶいったな。じゃあ一回戻ってシールド強化剤を使って、でまたちょっとボスの前まで行くか。シールド強化どれだ。バルカンじゃなくてこれか。ウルトラバリア3500円。金がなくなる。ここら辺のやつ全く使ってねえな。で、またもうこの繰り返しだな、ライドダンジョンは。じゃあちょっとボスのところまで行こうと思います。はい、というところで、ボスっぽいところに来ましたね。実はボスじゃなかったらこれなんかマルベアランデスに似てね。違うか。あ、クライシス要塞か。こんなところにクライシス要塞がいるなんて。とりあえずチャージを試してみるか。チャージ4連発の、なんとの1733。手砲が壊れた、マジかよ。手砲直して、でなおかつ装甲回復して手砲発射か。じゃあちょっと手砲壊れにくくしよう。雷、あいたた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 た。今度は銃座が破損したよ。銃座はいいかな、ほっといて。走行を鍛えて、で、チャージチャージチャージだな。おお、パワーを舐め始めたとか言って、マジかよ。これは手砲を撃って、でドリルで攻撃して強化を消滅させよう。
でそっからの回復の、チャージ。ドリュー、あれ上昇効果打ち消し意味なかった。いっていって死ぬ死ぬ死ぬ、マジでこれかなりやばいぞ。手法打って回復させて、長期戦だなこれマジで。装甲の修理でかなりエネルギー持っていかれるかな。おわ1788、これかなり自利品だ。しかも手法がぶっ壊れた。で手法を直さないといけないから、でなおかつ装甲も直さないといけないでしょ。チャージして、これでぶっ放すと雷。うわー1500、おひるんだ。これはかなりいいぞ今は。チャージ発射、チャージ発射でエネルギーを回復させよう。あんまりダメージは通らないけどしょうがない。これ今回はよしよしよし、強化が切れてしまった。チャージチャージ、ちょっと待ってちょっと待って、回復はさせとこう。回復チャージチャージチャージだな。一回ひるませられるだけでだいぶ楽になるな。おらおら、でチャージ。2200は多分食らわないんだよね。発射の走行2回やっとくかも。あー倒せなかったか。よしひるんだ。これはこれはもう決まったっしょ。これでチャージチャージ、チャージ発射、これで決まりだな。無駄無駄無駄、銃座がぶっ壊れたままだけど、もう銃座は無視。おおスーパークライシス要塞を撃破した。これもどうせ敵で出てくるんだろうな。これはシールドがかなり役立ってたってことか。やった。しかも後ろからね、これキングジョーが狙ってきてるんですよ。とりあえず何にもなさそうだから、あっち宝箱あんのかな。一旦逃げましょう。ワープ。おお来たー、ウルトラキューブ。すげえ凍りついてんな。とりあえずちょっとさっきの外壁のところをなんかあるのかないのか気になるんで、こっち側、あ、なんもないな、なんもない。オッケーオッケー。あれこれさ、ワープできない、もしや。あ、あったあったあった、危ねえ危ねえ。というところで、じゃあウルトラキューブに来たので今回はキリがいいのでここで終了して、次回はまたウルトラキューブからやっていきたいと思います。